い、どうも皆さんこんにちは、ツナカンです。今回ハンガーゲームやっていきたいと思います。今回はバーバリシアですね。行きましょう。ほっ、スタート。 OK。 はい、まあこのマップは結構やってますね、もう。はい、で視野を結局やっぱりですね、あれ戻しました。95ですね、今。やっぱこっちの方がね、やっぱ自分は慣れてたんで、はい、こっちに変えました。お、意識、よっしゃ。まあこれは本当視野は大切ですね、やっぱ。来てない、OK。はい、ですね、今優勝回数が400何回ですか、30回くらい来ましたね。はい、最近本当 MCSG やってなくて、ずっとDJ サーバーとか言ってたんですけど、まあね、ぜひ会ったら仲良くしてください。って言っても DJ サーバーのサバイバルとかやってる時はですね、ちょっと、まあ、殺せ、まあ、やってる人は分かると思うんですけど、殺せる場所があるんですけど、そこではね、まあ、自分のギルドの人以外とは、こういう戦ってるので、はい、まあ、そこでのチームは多分できないと思います。で、ちっちゃいはそこでツナ缶銀行とかよくわかんないのやの、まあ、ギルドに入ってるんですけど、まあ、そこは、はい、そこに入ったら、まあ、ある程度資材をくれれば入れます自分は資材不足なんで。はい、ね、装備、おお、危ない。もう結構揃ってきましたね。で、US が一回最近メンテナンスあってね、ちょっと入れなかったんで EU 行ってたんですけど、 EU は3連続でテツールとかになってたんですけど、なのにやってる最中に途中で落とされるっていう事故にあったので、もう EU は絶対行かないようにしたいと思います。はい、でマウスパッド買いました。4000何円のレーザーのやつですね。はい、めっちゃ使いやすいですねただマウスがやっぱね、まだ低スペックなので、はい、そこをこれから変えていきたいと思います。で、たまに DJ サーバーで、多分ツナ缶がめっちゃ弱い時あると思うんですけど、PVP が。それは、友達がやってるので、まあ、自分はやってないので、はい、まあ、そういう時は、ヌーブとか言わないでください。ちょっと友達落ち込んじゃう。本ではないですけど。 OK、 あ、結構まだ残ってますね。いつもこのルート来ると残り6人ぐらいになるんで、まあ、いい感じなんですけど、結構残ってますね。ヒュッチ石はやめときましょう。結構夢ありますね。で、今日のぶたくんがですね、なんとヒールハックとキルオーラとか、あとはなんかね、ワープしてくるハックみたいなやつとか、むっちゃつけてるハックで、ね、見事勝ちました。まあ、勝ったっていうか、向こうが諦めたっていう感じなんですけど、はい、まあ、僕は一緒にやってたんですけど、死んじゃって、で、のぶたくんはずっと逃げて、火打ちしまいたりしながら戦ってて、で、デスマッチで、まあね、向こうが、ハッカーハッカーハッカーってずっと言ってて、ね、のぶたくんのこと。それで、3回、あ、4回行っちゃって、それでスパムされて、はい、それで出て優勝しました。本当あれは面白かった。はい。OK。あと、9人、8人か。そんぐらいですね。で、リンゴはいつも自分は腹持ちいいと思って食べてたんですけど、意外にね、意外に悪いんで。はい。知らなかった。で、チャンネル登録300人って本当はめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます、本当に。よいしょ。あ、やば。あ、ま、あ、あぶだ。これで今の意思権を喪失してたら絶対負けてた。あ、敵
ですね。チームですね、あれ。さあ、どうしよう。ちょっと火打ち作っときましょう。あ、鉄拳ですね、一人。ちょっとここだと戦いづらいんで、こっちに逃げましょう。あ、でもこっちの行ってますね。誰か落ちないかな、これ。くそ、落ちないか。よし。お、ほ、いけるか。オッケー、GG。ふぅ、疲れた。いるものは特にないので、捨てていきましょう。まあ、ここら辺の装備は別に取られても大丈夫そうなんで。はい、OK。はい、やっぱ視野95いいっすね、結構。85もいいんですけど、まあ、ね。ちょくちょく変えると、まあ、ヒューチシーにかけやすかったりするんで、ね、ほんと、視野は大切ですね。で、このテクスチャーっていうか、若干テクスチャーまた変えました。ちょっとやっぱこのね、石剣とか、なんかね、なんか、32×30 なんで、やっぱね、荒い感じがするんで、はい、石剣さっきの見てもらえば分かったと思うんですけど、はい、まあ 64×64 なのかなのやつを使ってみました。はい、ダヤケもね、まあ、これは確か誰だっけな、まあ、ある方のテクスチャーをちょっとね勝手に改造しちゃったわけですけど、まあ、なんか言われたらちゃんとね謝りながら謝罪しようと思います。どうしよう。あ、これが火打ち石で燃えてるんで、ここら辺もいらないですね。で、レコード434回ですね。自分は基本竹井武、あ、敵ですね。竹井武士くんとか、のぶたくんと、まあ、みかんって方とそこら辺の人と一緒にやってるんですけど、ちょっと不満になるかもしれないです。OK、GG。まあ、そこら辺の方は実はですね、リア友なんですね。はい、まあ、リア友っていうか、自分がマイクラやってて、ハンガーゲームをするで、みんなやりたいっていうのがね、まあ、実家やってるのはバレたっていうか、まあね、はい、そんな感じなんで。そんな感じです。はい。あと5人ですね。上に敵がいますね。はい。戦いに行きましょう。ハックだったら嫌ですね。OK。あれ、じゃあ下に降りたのか。今リスポいますね、この人。多分こっちの方に来るはず。なんか作るんだったら。おお、結構装備強いですね。あれ、あ、いや、逃げるふり。来てないか。今の人はなんて名前だった。ちょっとスタッツ見たいんですけど、でもスタッツっていうのあるんですけど、自分はレコードで見てますね。理由はめんどくさいっていうか、レコードっていうので初めやってたんで、そっちで慣れちゃったので、まあ、こっちで見てます。あ、見失った。くそ、あ、後ろにいた。え、ここどこ。あ、え、え、名前見ときましょう。D ですね。うわ、強、結構強いので頑張りましょう。
カウント10かかってますね、この人。はい。で、こうやって後ろ F5 を見てる間に振り向きとかされたら、本当にね、自分、詰まるんですよ。この人、強そうだな、マジで。ちょっと今、自分、大剣が持ってるのをバレてしまってるのでね。お。OK。てか、今の釣り竿当たった。結構嬉しいかも。絶対この人火打ちしもってますね。ちょっとそれが怖い。自分は火打ちしかかると本当ね、あの火打ちしかなるべく見えないようなデクシャ使ってるんですけど、それでもハマるとね結構焦ります。ちょっとなんか食べたいけど。うまいな、逃げるの。よっしゃ、オッケー、 GG。 ちょっとあれ拾いに行きましょう。こっから降りたら死ぬ気がするから、いや死なないかもしれないけど、ちょっと危険なので、はい、こっちから降りましょう。でもそのチェストが変わるかな。ふぅ、オッケー、あと一人ですね。頑張りましょう。最近はですね、ツイッターで、結構前の話なんですけど、エロゲーをやるみたいなこと言ったんですけど、やっぱやめときますね。はい。ちょっと、アカウントバンされるのは、ちょっとこれは、やっぱ怖いんで。お、敵あと一人いた。あと50秒で殺せば、なんとか。あ、行きますね。OK、GG。よし、デスマッチ、ギリギリ間に合った。はい、今回は優勝できるかもしれないです。まあ、キローラいてもあんまキルしてる人いないから、逃げれば勝てますね。よっしゃ、オッケー。金リンゴが若干物足りない気がしますね。よいしょ。やっぱ US が一番ラグくないんで、自分は好きですね。au は、なんか、US がラグい時にやった時はめっちゃ良かったんですけど、今はむっちゃ逆にもうね、敵が止まりまくって嫌になってくるぐらい、終わってます。みんなこういう、こんなにヒュージス作る意味ないんじゃないかって思うんですけど、自分も正直あんまないと思ってます。だけどですね、まあなんか火打ち石を持ってると結構安心できるんですよね。 OK。 あー、この人そういうパターン。 OK。 じゃあこの人のデスマッチですね。最近初心者っていうか100回ぐらいの人でも結構ね弓うまいんで、はい、前それで100回優勝の人に負けました、ね、お、かなりね、またならなかった。はい、OK、 今回優勝することができました。ウィー。はい、最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。はい、これからも動画上げていきます。ご視聴ありがとうございました。